トイ -178 とは地球から彫刻出座の方向に存在する6個の太陽系外惑星が周囲を公転していることが知られている構成である。これは惑星系の中でこれまでに発見された最長の軌道共鳴の関係がある惑星系の一つである。この惑星系には惑星間の密度にも異常なばらつきがあることが知られている。 トイ -178 は約205光年と比較的地球から近い位置に存在しており、このような惑星系が比較的一般的である可能性があることを意味している。トイ -178 の明るさからトイ -178 のフォローアップ観測は容易であり、惑星の形成と進化の理解を広げるための理想的な惑星系となっている。 惑星系は5つの異なる惑星探索プロジェクトによって提供されたデータによって確認された。トランジット系外惑星探索衛星が興味深い軌道共鳴の関係にある惑星系の存在を最初に示唆した後、測定を改善し、結果を確認するための追加の観測が、キオプス、エスプレッソ、次世代、トランジットサーベイ、スペーキュロスによって行われた。 今後数年間で数分から数十分の範囲であると予想される惑星のトランジットタイミング変化法を用いた観測により惑星の質量を決定し惑星の軌道の軌道離心率を明らかにするのに役立つとされている。トイ -178 は太陽の約65%の大きさ約65%の質量を持つ系型主系列性である 年齢は約71億年とされている。TIC2 億5184万8941にマス j 0 0 2 9 1 2二8から3百2万7133等といった名称をも持つ。以前からトイ -178 の周囲には3つの惑星候補が知られており、それぞれトイ -178.01、トイ -178.02、 トイ -178.03 とされ、いずれも2018年にトランジット系外惑星探索衛星に発見された惑星の候補に加えられた。これら3つの惑星候補の公転周期は、それぞれ6.5577日、10.354252日、9.955936日であった。この段階では、テスによって27日間の観測が行われており、 三つの惑星候補は、それぞれ四回、三回、二回トランジットを起こした。また、さらに惑星が存在する可能性も示されていた。その後、キオプスや超大型望遠鏡 VLT による観測で、問イ -178 に B、C、D、E、F、G の六個の太陽系外惑星の存在が確認された。 これらはすべてハビタブルゾーンの内側にあり、トランジット法で発見された。一倍光天周期が長く離れた位置で光天している G の表面温度は470ケルビンである。B、C は地球型惑星、D、E、F、G は海洋星型惑星である。国際天文学連合の太陽系外惑星の命名規則によって、 トイ -178B トイ1 7 8ムといった名称が与えられた6個の惑星のうち外側の惑星5個は軌道共鳴の関係にあることが知られている。それぞれの惑星の光点周期は B が1.91日、C が3.24日、D が6.56日、E が9.96日、F が15.23日、G が20.71日である。 これは完全な整数比ではないが、およそ1.37日を基準として、それらの惑星がパターンを形成している。惑星 CG の光転周期の日は、2、4、6、9時12分、または18、9、6、4、3として表すことができる一連の共鳴を形成している。つまり、惑星 C が18周するごとに、惑星 D は9周、惑星 E は6周。 惑星 F は4周、惑星 G は3周するということである。さらに惑星 B は同じ軌道共鳴の一部となる場所の近くを公転している。約1.95日というわずかに大きな軌道では惑星 C と3、5の共鳴関係にある。トイ -178 系全体がもともと一つの長い軌道共鳴の関係にあった可能性があるが、後に おそらく潮積の相互作用によって最も内側の惑星がその関係から弾き出されたと見られる。なお、他に惑星が6個存在する惑星系として、ケプラー11系やケヘプラー20系、HD4307 系等が存在する。ありがとうございます。